お願いします。はい、ね、昨日あの一応、セミナーだとあの大分宴会って言ってあの、ね、東京と、まあ、あの横浜の人たちみんな集めてきてあの参加、80名超えたのかな。だから社員も含めるとね、なんか100人規模で、一応あのロイヤルリングであの忘年会やって、でその後またあの中華街でね、あの二次会みたいなことやってね、お騒ぎしたんだけど、ね、今回一応大阪とさ名古屋とね、東京、まあ、神奈川で、やらせてもらって大体100数十名の方がね、ご参加いただいたんだけども、ありがたいなと思ってるんですよ。でそれね、なんでかと、昨日はねまた久々にあの登場したお客さんとかさ、今まではこういう機会に、参加しなかったんだけどとか言って、で喜んで参加してくれたりとか、あとお子さん連れてきてね、結構あの大盛り上がりで、ね、なった方もいるし、それはさ、ずっとこうね、うちの歴史のまんまその、彼らの歴史があるわけじゃん。でそれで、僕は思うんだけども、やっぱりね、会社ってさ、誰のためにあるのかってことを考えると、やっぱりお客さんのためにあるわけじゃん。でそのお客さんがさ、どんどんこれ、ね、累積されてきてて、で今ね、うちの要するにプラチナ会員っていうのは大体800人近くいるわけだよね。でその800人近くいる方、あとゴールド会員なんか含めると、まあ、1000人以上の方がさ、ね、我々とあのいろんな関わりを持ってる。だとセミナーなんかだとね、あの今データベースで、登録されてるのが1万3000人超えてるわけだよね。でそうするとあのその人たちがさ、いつもこううちに対しての期待をしてるわけだよね。だから我々ってさ、その期待を裏切っちゃダメなわけじゃん。だから期待を裏切らないようにするわけだよね。で期待することっていうのはさ、あの一つはね、過剰な期待をされてしまうって、あの要するに、期待外れってことだよね。あともう一つはあの逆に言うとさ、普通に付き合っていて期待が外れってあるよね。でもう一つはさ、過小評価をしていて、付き合ってみたら、あ、すげえ、ね、便利じゃんとか、すごい良、かったじゃんっていう、また今度プラスの期待外れってあるよね。で我々ってさ、必ず必要なのは、まあ、過剰な期待をね、要するに、叶えることは無理ですよ。そりゃそうだ、ね、要するにあの営業活動してるわけだから、まあ、あの我々もね、当然だけども経費割ってまでさ、要するに、ね、サービスをすることは無理なわけだね。やっぱり当然だけども、要するにかかったコストで、我々は適正なさ、要するにサービスを供給するわけなんだけども、大事なことってのはね、このサービスだけじゃないんですよ。あの期待をね、要するに寄せているのは、実は会社のサービスであるんだけども、人に対する期待をしているわけじゃん。で、人ってのは何かって言ったら、要するにその人の対応なんですよ。だから、例えば、期待以上にね、あの要するに、仕事は同じでもだよ、仕事は同じでも、要するにあの期待以上に報告がされたりさ、期待以上にね、要するに、サービス力があったり、ね、期待以上にさ、要するに、その人の対応が良かったりね、あと期待以上にさ、要するに、電話の対応が良かった、すべてそうなんだけども、要するにあのこちら側が要するに意識をしないと、要するに必ず期待は裏切ってしまうということなんですよ。やってるじゃんだめなんですよ。それ普通にやってるじゃないですか、ダメなの。そうじゃなくて、ね、やってることをちゃんと分かってもらって初めて期待っていうのがさ、あの裏切られないようにな仕組みになってるわけじゃん。だからコミュニケーションってすごい大事で、ね、あの電話で話す、ね、あのまたは面談して話す、ね、あの昨日みたいに、皆さん集まったところで、話をすることもそうだし、全てそうだね。要するにあの人ってさ、コミュニケーションなんですよ。要するにうちの要するに例えば PM の中でもね、まあ今はそうでもないけれども、前はねちゃんと仕事してるんだけども、要するに報告をしなかったりね、あのちゃんと仕事してるんだけども、要するにあの意思が伝わってなかったりね、あとちゃんと要するに、仕事してるんだけども、そのなんとかメールの文章がひどかったりね、そうすると要するに結果的に同じことやってるんだけども、要するに仕事としてさ一生懸命やってるんだけども、期待は裏切られちゃうわけだ、相手から見た時にね。それは気をつけなきゃいけない。それはあの一つのスキルとして、やっぱり文章で伝える能力も大事だし、ね、話す態度も必要だし、あとはね、お客さんに対する姿勢も必要だし、要するに報告する姿勢も大事だよねってこと、ね、でこれはあの結果的にはさ、今うちの会社は、まあ、期待を裏切らないような形のね、要するに、仕組みもできていて、そういう形で動いてるわ。ただ問題なのは、新しく入ってきた人たちですね。でこれはまずはさ、うちの文化じゃない人たちなんだ。中途採用で来た人は要するにうちと
ね、違う文化のところで生きてきた人たちがうちに入ってくるよね。そう、これ気をつけなきゃいけない。なんでかって言ったら、ね、普通のさ、賃貸のリーシングの会社 ね、満足な会社ないじゃん、基本的に。あの、僕が知ってる限りで、要するにうち以上のね、あの対応してるような会社ってないんですよ。で、それが普通なの。だから、その普通に、業務をやっていれば、その普通が CF ネットではもう未熟なわけじゃん。ね、で、売買もそうだね。あの、経験則上、いろんな人が入ってくる。ね、で、うちの会社に入ってきた途端に、要するにさ、投資分析だとか、ね、あの要するに、重要事項の説明書だとか、物件の調査だとか、いろんなことをさ、あの学ぶわけだよね。でもさ、普通の会社はさ、それ普通にやってるっていうのは、あの別にさ、独自で自分たちが、ね、あの役所行ったなんかして調べたものを、ね、重要事項の説明、契約書作って、で、やってるわけだけども、ね、あの例えば、さ、あの細かい物件の調査だとか、あと入居者の審査だとか、まあ、そういうものについての問題ね。要するに我々住宅売ってるわけじゃないんで、まあ、住宅も先売ってるんだけども、住宅以外の、ね、要するに投資の物件を売ってるわけじゃん。これのリスクっていうものね、いろんなリスクあるわけですよ。で、これをちゃんと説明して、売買ができてるかどうかってことも、ね、あの、ある意味では実は他の不動産会社ではやらないことを我々はやらなきゃいけないわけなんじゃね、やらなきゃいけないわけ。そうするとそれをさ、きちんとできてるかどうかってことはやっぱりね、うちの文化に合わせたような形に教育していかなきゃいけないってこと。で、これね、教育ってね、あのすごく重要なのは、さ、教育する人によるじゃん。わかる？要するにさ、レベルの人低い人が教育するとさ、これこの人以上にならないんですよ。例えばね、100のレベルの人にがね、100のレベルの人が能力50のやつにさ、要するに教育するよね。すると100×50 で 50%、 こいつ一生懸命頑張ってもう 50% しか理解能力ないんですよ、ね、でもさ、教えるやつが100だから 50% までいくんだよね。じゃあ同じやつにさ、ね、要するに、能力低い 50% のやつが 50% のしか理解できないやつに教育するとするよね。すると 5×25 で 25% なんですよ。こいつ一生懸命頑張っても要するに 25% しかいかないってこと。だから教育っていうのはね、やっぱり一番レベルの高いところで教育を受けなきゃダメだってことなんですよ。で、そういう意味ではうちの会社のね、今やってるセミナーとかそういうのは教育レベル高いと思いますよ。うん、あと相続対策もそうだね。教育レベル高いですよ。で、あとね、賃貸のさ、要するに、まあ、リスクマネジメントね、いわゆる再建回収の能力もレベル高いわけじゃん。ね、で、ね、建築の方もさ、徐々にこれからやってくるんだけども、これもだんだんレベル上げていかなきゃなんだよね。で、なってきたときに、やっぱりそのレベルが高いところから、要するに、物事判断するのと、レベルの低いところで判断するのは全然違うの。僕は、ね、前職の会社に入ったときは、26で入ったんだね。で、26で就職した時にさ、一番最初に入った時に、いやあ、不動産屋さんの裏側ってこんなかって思ったからね。で、だってさ、我々は外から見た不動産屋さんってさ、内情的には相当レベルが高いと思うじゃん。だからな、レベル低いな。で、特に賃貸もうレベル最低でしょ。今じゃないよ。昔はね、紙っぺら一枚のさ、契約書書いてさ、で、それでお金やり取りしてさ、金の受け渡する。ね、それで契約書の内容さ、ね、僕、国語2以上取ったことなくても、なんだこれって思ったからね。こんなんだって契約書いらないじゃん。思ってて、で、結果的にさ、要するに、これじゃダメだと思ったから、要するに、ね、当時の賃貸借の契約書ね、建物賃貸借契約書のひな型をさ、作ったんですよ。で、それで、僕たちが作った、仕組みで動き出したら、要するに他の不動産屋さんが要するに、クレームに対するね、解決がしやすいっていう言葉があって、で、結局僕の要するに最初に作ったものがマニュアル化になって、で、そのマニュアルがさ、要するに、独り立ち、ね、独り立ちして、で、日本全国のさ、不動産業の要するに賃貸借契約書のさ、根底ができたわけじゃんってこと。で、あれなかったら今のまさかと思うけども、あれがなかったらさ、あの紙っぺら一枚の契約でずっとやってたのってこと。そうすると今この時代の中でね、要するに処理ができたかどうかってことは疑問ですよ。前のあの、賃貸の要するに仕組みで考えた時に、それを継続してやってたらさ、これはたとてつもないさ、要するに社会的にね、大問題がいっぱいできたと思いますよ。ね、で、今回まあね、いろんなね、お客さんと接してね、まあ、いろんな話をさせてもらって、で、結果的にはさ、皆さんすごく満足していただいてるわけ。
で満足してもらってるっていうことはね、ある意味ではあうちの会社と付き合ってよかったなと思ってるわけじゃん。でこれはね、昨日もお話したんだけども、僕はね、このお客さんってファミリーだと思ってるんですよ。だからね、守んなきゃいけないんですよ。で、もう一つはね、要するにうちの会社、ね、お客さんから守らなきゃいけないんですよ。で守らなきゃいけないって何かったら、ね、要するに適正な形で業務が遂行できるような、要するに、社会性のある企業づくりをするってことね。だからある意味ではですね、うちの会社がさ、必要な人たちいっぱいいるんだね。で今の段階となっては、まあ、昨日も参加した人たちから見るとうちの会社なくちゃダメなんですよ。つまり必要不可欠な形になってきた。でそれを思ってる人が約百数十名の人たちが集まってくれた。だからこの人たちをどんどん増やしていくってことね。でそうすることでうちの会社は必要不可欠であれば絶対に潰れることないんですよ。なんでかって言ったらお客さんが守ってくれるから。で昨日も、ね、僕のセミナーにお客さんがお客さんを連れてきて、親戚連れてきてる、ね、友達連れてきてる、ね、でやっぱり他の不動産のね、要するにセミナーとか行ってるけども、やっぱり、ね、CF ネットのセミナーが一番だと思ってくれたから昨日相当数が来てくれたわけ。それはすごく重要なんだと思うね。だからこれもね、徐々に徐々に膨らませていくことで、要するに新たなさ、で我々の考えているその不動産業の変化がねに、対応できるような仕組み付けができるんじゃないかなと思うね。まあ、ぜひ ね、今のお客さんもそうだし、これからのお客さんもそう、ね、大事にすること、であと社員もそうね、大事にすること、これが大事だと思うな。まあ、ぜひね、一人一人、それを考えて、ね、お客さんに対するときに、ね、自分が会社の代表者なんだと思って、電話の対応一つもしてもらいたいと思う。ね、ぜひお願いします。以上。